脇町の表紙だ。俺のことはガミンと呼んでくれ。あ、護送の依頼か。まずは座ってお茶を飲んでくれ。荷物は俺が包んどいてやるから、準備次第計画通りに出発しよう。おっと、重部のことで来たのなら今すぐ行けるぜ。なんたって淮水重部隊の責任者は俺だからな。なんか悪い。この姿を初めて目にして、わらわのことだとわからなかったのか。わらわはいかなる掟にも縛られず、自由気ままにこの属性を巡っている。故に行きたい場所も、共に旅する仲間も、わらわ自身が決めるのだ。人の世において、わらわの名は広く知れ渡っている。他の者の前ではわらわのことをカウンと呼ぶといい。
you